おはようございます、こんにちは、こんばんは。私はただいま東急線の溝の口駅に来ております。本日は通過線を走行する各駅停車のお話です。各駅停車なのに駅を通過してしまう列車があるんですよね。なぜなのかなども実際に迫っていきますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、まずはホームに向かいましょう。ということで、ホームにやってまいりました。ここからは各駅停車大井町行きに乗車します。そう、今回の主役は東急の大井町線です。今から各駅停車なのに駅を通過してしまうという世にも奇妙な景色を皆様にご覧いただきます。なぜ各駅停車なのに駅を通過してしまうのかは、動画の後半で実際にその通過されてしまう駅に向かい見ていきたいと思いますので、少しお待ちください。まあ私は YouTuber なので全面展望を撮りたいので先頭車に向かいます。各駅停車大井町、早速乗車して行きましょう。先頭車のお顔を拝見しようと思いましたが、発車時間ギリギリだったので車内へ入ります。さあ、溝の口を発車です。溝の口からこの先の二子玉川までは全面展望を一部速度を早めますが、ノーカットでお送りいたします。溝の口を出ると東急田園都市線の線路と並走しながら、画面正面方向にある二子玉川方面へ列車は進んでいきます。そしてしばらくするとポイントが見えてきまして、その奥には駅が見えてまいりました。これは溝の口のお隣の高津駅ですが、なんとこの列車は通過して行きます。種別は先ほども見ましたが、各駅停車ですよ。なのに駅を通過して行きます。各駅停車なのに停車しない駅がある、こんなことがあっていいのでしょうか。そして左にカーブしていくとまた駅が見えてまいりました。あの駅は高津駅の次の駅の二子新地駅ですが、あちらの駅も同様通過して行きます。何度も言いますが、乗車中の列車は各駅停車です。そして多摩川を渡ると二子多摩川駅が見えてまいります。いかがでしたか。各駅停車なのに駅を通過していくという世にも珍しいシーンをご覧いただきました。田園都市線の線路から分岐した線路がこの列車の走行している線路に合流すると二子玉川駅に到着です。それではなぜ各駅停車なのに通過してしまうのかを今度は見ていきたいと思います。ということで、乗ってきた各駅停車をまずは見送りたいと思います。ということで、改めまして二子玉川駅に到着です。先ほどまでは各駅停車なのに駅を通過してしまうところを見ていただきましたが、今度は各駅停車が通過してしまった高津駅に向かいまして、なぜ各駅停車なのに通過してしまうのか見ていきたいと思います。ここ二子玉川駅からは田園都市線の各駅停車に乗車します。田園都市線の各駅停車はちゃんと各駅に停車しますよ。さあ、二子玉川駅を発車です。二子玉川の次は二子新地駅ですが、大井町線の各駅停車が通過してしまう理由は、二子新地駅よりも高津駅の方がよくわかりますので、高津駅までこの各駅停車に乗車したいと思います。そして高津駅に到着です。まずは乗ってきた各駅停車を見送ります。
ということで高津駅にやってまいりました。高津駅は東急田園都市線の駅です。あれ大井町線の駅ではないのと思われるかもしれませんが、高津駅とお隣の二子新地駅は東急田園都市線の駅で大井町線の駅ではありません。そう、大井町線の各駅停車が高津駅と二子新地駅を通過する理由は、そもそも両駅が大井町線の駅ではないためなんですよね。画面に見えているホームのある線路が田園都市線の線路、そして真ん中を走る線路が大井町線の線路です。ですが大井町線の各駅停車でも二子新地駅と高津駅に停車する列車も存在します。その場合は高津駅手前にあるポイントで大井町線から田園都市線に乗り入れ、車内から見るとこのポイントですね。このポイントで田園都市線に乗り入れて、そして二子玉川駅手前で田園都市線から大井町線に最後のポイント、車内から見たこのポイントですね。このポイントを使って大井町線に戻ってきます。なので高津駅や二子新地駅に停車する大井町線の各駅停車は田園都市線直通と言われる放送もされているそうですよ。ちょうど田園都市線直通の各駅停車の列車が来たので、発車から動きを見てみたいと思います。少し分かりにくかったかと思いますので、大井町方面の、田園都市線直通の各駅停車の到着シーンをどうぞ。ポイントを渡って大井町線の線路から田園都市線の線路に入ってくるのが分かるかと思います。でここで皆さん言いたいことがありますよね。そう、大井町線の急行はどこを走るんだと。そう、大井町線の急行は日中は田園都市線の終点の中央林間まで直通運転を行っているために、二子玉川駅のポイントで大井町線から田園都市線に入り、その後は田園都市線の線路を走行して行きます。こんな感じです。なので大井町線の急行列車はこのように駅の間近を通過していきます。急行は駅のある線路を通過するのに、各駅停車は通過線みたいな感じの大井町線を通過していくというのも少し面白いですね。ということで本日の動画は以上となります。各駅停車なのに通過してしまう理由と、そしてその派生についてご理解いただけましたでしょうか。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあ次はどの路線に乗りに行きましょうかね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。